はあ、めっちゃ寒い。寒いよね今日も。朝は寒いよね。でもなんかそんなに天気が悪そうなわけでもないし、あったかくなることを祈ろう。おはよう。おはよう。いつからしてないかな。結構経ったよね。前の朝配信から1ヶ月ぐらい経ったかな。おはよう。寒いけど日が差してる。そうだよね。そうそう、だからなんか気分は落ちないそう、寒くてさ、雨とかも降ってたらめっちゃもう嫌だってなるけど、寒くても日が差してたらまあ大丈夫かな。おはよう。布団から出れなかった。わかる。もうゆはもさ、布団からは出れたんだけど、布団に早く入りたくてしょうがなかった昨日ね。時娘食べて、ああありがとうございます。そう、昨日から時娘の販売も始まって、皆さんゲットできましたか。配信何時までの予定？どうしようかな。8時15分とか。イハのメッセージ見つけた？おお。イハのは見つけられなかった。そうだよね。なんかそのお店によってもあるメンバーないメンバーいると思うから。おー、イハ店メッセージを一つゲット、おめでとうございます。そう、イハは今回なんか謎のお米のキャラクターとご飯のキャラクターとおにぎりのキャラクターを描いた。でもまだそれ それだったよってメールの返信とかでは来てない。おにぎり食べた。食べました。めちゃ美味しかった。いはは、そう、塩おにぎりでも食べたし、あとね、なんかなんて言ったらいいかな、上に味噌塗って味噌焼きおにぎり、そう、味噌としそを乗せて味噌焼きおにぎりにして食べました。おはよう。おはよう。神楽南蛮味噌ではないです。そう、それ美味しそう。めっちゃ美味しかった。しかもそのね、そういう作っていただいたんだけど、またそのさ、手作りの味噌味が美味しくて、なんて言うんだろう、その家庭の味っていうあれが出るじゃん。ちょっとわかんない。味噌、その味噌の調合具合に、おにぎりに塗る用の味噌だったから、そう、めっちゃ美味しい味噌を作っていただいて、
美味しかったです。今度時娘の食レポ配信をしてほしい。なるほどね、いいね。ゆはちゃんメッセージ付き時娘ゲットしました。おお、ありがとうございます。なんか今日めっちゃ鼻むずむずする。光を見てるからかな。おはようございます。おはよう。おはようございます。まだなんか頭が若干起きてないくて。起きてるけどね、全然前から起きてる。6時半ぐらいから起きてるから。ゆはの羽ありがとうございます。メッセージでレアなもの、レアなものか。なんだろう、そんなに全部結構書いたっけ。何パターンかで書いたから、そのお米のキャラクターたち、そうキャラクターが書いてあるのと書いてないのはあります。はあ、やっぱりなんか鼻がダメだな。おはよう、仕事行ってくるね。行ってらっしゃい、頑張ってね。ファイト。ただいま帰りました。今朝は寒いです。山形の山の方、ああ山の方は寒いかもしれない。あったかくしててくださいね。チョリナビお疲れ様でした。ありがとうございます。見てくださいましたか。本当にね、どれも美味しそうで、ナミさんの生誕祭のお手紙ありがとう、とても素敵だって。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。アプリで拝見しました。ありがとうございます。見たよ、ありがとう。そう本当にね、お蕎麦編全部行きたいですよね。黒い服は団長っぽさを出してたの。なんかそうそう、なんかあんまりふわふわしたのじゃなくて、ちょっとかっこいいのがいいなって思って思って黒にした。まあっていうのもあるし、ゆはが本当に着たい服っていうか
は結構ああいう感じ、黒い系だから黒にしました。綿谷さんのキノコ食べたいでしょ。食べたい、それはもちろん食べたいです。あとね、全部行きたいんだけど、あと全部行きたい、ダメだ選べない。衣装かと思ったら私服やった。そう、私服ですね。おはよう。そうね、お蕎麦食べたいな。10店舗制覇しないとね。そう、制覇しないといけないけど、ちょっと厳しい。だからちょっと一人で10杯はちょっといろいろ怖いので団長はあの北村家で制覇を目指そうかなと思います。そして仕事してきます。お、いってらっしゃいませ。夕飯の羽ありがとうございます。北村家で今日、そう北村家でかな。それが一番現実的な気がする。弟くんとパパにいっぱい食べさせる。そうだね、なんかパパと弟はラーメン好きだし、あでもママたちもラーメン好きですタムラ家に入れてほしいぜどうぞ、カモンカモン。朝礼始まるので仕事行きます。いってらっしゃい、頑張ってね。一人2店舗ならなんとか行けそうですね。そうそう、そしたら行ける。おはよう、おはよう。イハの羽ありがとうございます。みんなで2店舗、そうだね、ちょうど2店舗で割れるから。でも絶対にみんな一人では行かないと思うから、パパぐらいかな、一人で行くなら。だから結局2杯以上食べることになると思う。西高の生徒さんの若い発想はすごいと思った。そうだよね、本当に。いやもう絶対思いつかないと思った。あの角屋さんの最初のそばいなりとか、あれも思いつかないな。おはよう、ありがとうございます、来てくださって。とりあえず綿谷さんは行ってきます。お、ぜひぜひ行ってください。ラーメンもわんこそばみたいに一口サイズの小盛りなら確かにね、あのラーメン分くらいだったらねすぐに制覇できるけど、そうはいきませんからね。
今日の特別配信キャプテンから楽しいお知らせがあるらしいですね。そう、今日ね特別配信ぜひ皆さん見てください。21時からですかね。なんだろうなんだろうと一日考えながらお仕事を頑張って9時に見てください。オフラインおしゃべり会撮りました、ありがとうございます。嬉しい、会えるの楽しみにしてるね。特別配信の内容が気になりすぎて10時間しか眠れませんでした。10時間も寝てるですね10時間しか寝れなかったか。みは何時間寝たかな。今日めっちゃ寝た。今日寝すぎて朝4時に目が覚めた。早かった。仕事が上の空、それはそれはダメだわ。じゃあ考えながらじゃなくて一回じゃ あの仕事行くまで考えて、お仕事はお仕事モードで。お仕事終わったらまた戻してください。なんだろうモードに。メンフェスのガチャは何種類あるんだろう。メンフェスのガチャは12種類ありますね。ラーメン屋さんの各店舗のキーホルダーと、あとユーハと小千谷西高校の校章。目がかゆい。こんにちは、おはようございます。12分の1当ててきます。頑張って頑張れ。時娘ゆはちゃんのメッセージ付き買ってありがとう。いやちゃんおはよう、これから仕事だから無音挨拶だけ、またね、頑張って、いってらっしゃい。朝から美しいですね、ありがとうございます。でも今日なんかもうめっちゃ寝起きみたいな顔、一日中多分寝起きみたいな顔だと。探しました、ありがとうね、探してくれて嬉しいです。でもなんかみんなここにもなかったからここに行った、ここにもでもそしたらなかっただからここに行った、そしたらあったよみたいないうのをすごい聞いて、うん、ありがとうって。もう本当にそんなにいっぱい回ってくれてね。だしさ、めちゃめちゃその新潟市から遠いところに住んでる方とかもさ、わざわざお仕事終わりとかに行ってくれて、買いに行ってくれてね、本当にありがとう。嬉しいです。でもさ、そうそう、遠いあのね、遠い方とか、あと県外住んでる方とかがね、なかなかゲットできないのがちょっと悲しいけど、去年ってネットあったっけ、なかったっけ。イハの羽ありがとうございますね。県外に通販できればいいよね。そうだよね
劇場での手割りもしたね。そうだね。なんかね、そうそう、売り切れないうちにさ、なんかもし公演のためにあの来るとか、おしゃべり会、そうそう、おしゃべり会の時にあの東京の方から来るよって方にね、その時まで残ってたらいいな。でも早くみんなに、みんながいっぱいね食べてほしいっていう気持ちもあるけど、みんなに食べてほしい、みんなが食べてほしいっていう気持ちもある。ちょっと複雑。ネタ販売ちょっとあったのか。生誕祭の日まであれば確かにね。19ね、メンバーの偏っててなかなか大変でした。そっかそっか、そうだよね。三角と丸さんとまたおにぎりやってほしい。確かにやりたい。でももし次会ったら何しようかなっていうのは勝手にずっと考えてるんだけど、勝手にね。でもね、なんか何がいいかって考えたらやっぱ思いつかなくて、ふと生活してる時とかには思いつくんだけど。みんな買えるように小出しに販売できるといいね。確かにそうだね。それが一番みんなが買えるか。次のおにぎりの案もあるのね。そう、勝手にね一人でね勝手に次の案考えてますよ。ずっとあの去年おにぎりが発売した時から考えてる。今週ってスマイルスタジアムさん出演します。そう、今週ね11日のスマイルスタジアムさんに出演させていただくので、ぜひ見てください。待って、もう一回さ、ちょっとごめんね、ミュートにします。オッケー。なんか朝やっぱ鼻ねダメなんだよね、いつもそう。おはよう。おかえり。ただいま。アレルギーは朝出る。そうだよね、そう、大体そう。だから多分やっぱり若干アレルギーっぽい、アレルギー性鼻炎、治ってないんだと思います。ポカエリただいま。ただいまもポにかけようと思ったけどかけらんとか。おはよう。ねえ、みんな朝鼻ムズムズするんだ。仲間だね。朝夕飯も可愛くて震えます。ありがとう。震えてください震えてくださいが正解かわからないけど、おはよう。鼻詰まって夜泣くくらいなんだからアレルギーでしょ。そうだね、鼻詰まって、そうそう、いつだったかな、だいぶ前ね、
公園の前の日の夜に花が詰まって息ができなくて泣きながら寝た夜もありました。今日夜配信ありそうでしょうか。いや今日は朝配信だけでだけにします。最近はお布団でちゃんと寝てますか。うん、めっちゃ寝てる。めっちゃ布団で寝てる。一生布団にいます。最近エピソード可愛すぎる。可愛くないよ全然本当に苦しかったんだよ。可愛くないよ。なんかうん、やばいやつっぽいエピソードだけどだいぶね、うん、もうどうしたらいいか分かんなかったの。なんかさ、鼻詰まってるともうさ頭も回んなくて思考回路がちょっとよく分かんなくてどうしたらいいかも分からなかったから、とりあえず鼻詰まり解消法をスマホで調べて両鼻詰まったどうするって調べた。パニック、うん、本当にパニックだった。最初片鼻だけだったから鼻噛んだら今度こっちも詰まって終わったって思ったらなんかね、くしゃみをしたら治ったの。一回でっかい大くしゃみをしたら一回治って片方だけ、あ、くしゃみしたら治るんだって思って、もう一くしゃみしたらまた戻って、あ、なるほど、くしゃみをしたら治るけどくしゃみをもう一回したら戻っちゃうのかと思って、それを学びましたね。そう、その日はくしゃみで取れる花のつもりだった。意味わかんないよね。うん、苦しかったですね本当に。頭もさ、そう、なんかその酸素が入ってこないからクラクラするのね。そんなことある、そんなことあるんだよ。だから気をつけてね、みんなも。しかもその鼻づまりも確か一回くしゃみをしたら鼻詰まったの。だから始まりもくしゃみで終わりもくしゃみ。意味わかんない。うん、うん、今50な、早っ。リハの羽ありがとうございます。お仕事行ってきます。朝橋ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。行ってらっしゃい。こんにちは。職場に着いた。お疲れさ、お疲れ様。頑張ってね。おはよう。気まぐれにしてくれる朝配信好き。ありがとうね。そう、本当に突然朝に切り替わるだけ。朝しか見れない方もいると思うし。でも朝配信だとちょっとなかなかさ、カラオケをしようというなんかモードにならないよね。夜はない感じ。そうだね、今日は夜は特別配信があるからなと思っていろいろ重なるとか考えたらちょっと分かんなくなって、朝にしようって思って朝にしました。おはよう。
準備をしながら見てる人も多いだろうし、そうそうだし、なんか今日は朝早く起きようって決めてたから、だから朝、そうそう、じゃあ朝配信もしようって思って、ゲリラ配信あるかもしれない。あー、ゲリラ配信はねないかな。そう、あのこの時間にやりますって言わないとできないからさ、だから多分ないです、ゲリラ配信。多分というか今日はないですね。公演の時とかあるけど、おはよう。肩がゴリゴリ。行ってきますよ、一日を頑張って、行ってらっしゃい。おはよう、おはようございます。やっぱでもあれだね、朝だと本当になんかいろいろな方が見に来てくださる、すごい嬉しいです。鼻むずむずしながら朝配信ありがとね。こちらこそ鼻むずむずしながらですいません。これから朝煮干しラーメン食べてから仕事行ってまいります。なんて最高な朝なんですかそれは。いいな、朝からラーメン食べたことないか。おはよう、こんにちは。そう、なんかね、いつもそうコメントしてくださってる方のアバターまで見るんだけどさ、この48グループの名前書いてあるアバターとかでも今日すごいたくさん他のグループの方のお名前のアバターの方、なんて言ったらいいかな、そう、ほんと他のグループのお名前のこのアバターの方がいらっしゃって嬉しい。あ、テロップ書いてなかったんだね、今更だけどつけよう。 NGT48 の北村優派です、よろしくお願いします。ちょっと待って、北村です。うん、ゆはことはもうキャッチフレーズで固定なのかな。そうだね、ゆはことにしてるけどさ、そう、あのね、最近思うことが、なんかゆは、今ゆはとゆぱを入れてて、でゆぱって呼んでくれる方もあのね思ってる以上にいるのね。だけどなんか、そうそう、一般的にはゆはって呼ばれることが多くて、一般的にはそう、ゆはって呼ばれることが多いけど、ゆぱって呼んでくださる方もいるのね。いるし、めっちゃ嬉しいの、それも。だけどどっちがさ、なんかなんていうの、親しみやすいかなと思って。でも今さらゆぱに変えるのもちょっとな、自分でもね分かんなくなっちゃう。曲がらんだけど、割合的にはうーん、割合的にはね、割合にしたらどうなるんだろう。
わかんない1928。ユパテンと呼ぼうか融合してね。メンバーでユパ呼びする人いる？いる。あのね、誰かたまにね、たまに誰かルアとかかな。そうだから、もしさ、もしなんかニックネームを減らしてくださいってなった時でもなんかそう1個の方が分かりやすいかなとかも思うけど。おはよう、おはよう。まあまああるようでないようなものと思ってもらってもいいか。っていうか好きなように呼んでもらって全然結構ですので。ユーハーなんてもうさ、ユーハーのニックネームユーハーだけど、もともとの名前もユーハーだし、声出なくなってきちゃった。本当にやばい。今日は花の日。おはようございます。おはよう、おはようございます。ゆうはです。北村ゆうはです。 NGT48 の3期生です。フォローしていってください。アピールアピール。あ、おじやメンフェスの応援団長もしてます。おっす、これで OK だと思う。おはよう、おはよう、おはよう。オッスかわいい。オッスかわいいかな。オッス、オッス、なんかこの期間で習得できそう。押す。意外と8時からの方が人が来るのかもしれないな。おはよう。ゆはちゃん気になってきました。ありがとう、嬉しい。おはゆは、おはゆはですよ。ありがとう。私の背中に見えるのはゆうはの羽。おっす。期間限定でそれをキャッチフレーズに食い込ませる。シェカラしか歌ってほしい。ああ、おっすいっぱい言うもんね。見られる時間は人それぞれだからね。そうだよね、確かにそう思う。おっす、あら、ゆぱ。悟空、悟空合ってる？おはよう、こんにちは。ありがとうございます、来てくださって。行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってね。
公演の自己紹介どうする聞きたい。じゃあ入れていいか聞いてみて今度しましょう。おはようございます、ありがとうございます、見に来てくださってぜひフォローもよろしくお願いします。もっちゃんの生誕祭で言ってみて。もっちゃんの生誕祭でオフスはちょっとなんかあのもっちゃん選手の生誕祭ではちょっと控えとこうか。その前の昼公演とかで。待って今って何分なんだ。おはよう。12分、15分までやるって言ったけど。意外とすぐだった。いやちゃんもしビスイベントがあったら参加しますか。そう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 、それね、参加しないかな。本当はそうしたい気持ちもあるけど、今はもっといろんな人に、あでもね、そう難しいとこだよね。そう思う。オス今日はもっちゃんにしやすいや。オスがもうさ、ユハの口癖みたいになってる。なるってこと。イベント期間に配信に縛られるのもきつい。でもそれはそんなにね、そうでもないかも。そうでもさ、難しいところですね。私結構つい最近イベントあったから、みんなにねいっぱい頑張ってもらったから、私いろいろ考えると本当に難しい。あの CM はどうなった？どの CM だろう。何の CM だ。その分おしゃべり会に出ふりする。ありがとうね。そうおしゃべり会も来てほしいし、もうちょっとユーハが強くなったら、強くなって自分であのいろいろ判断して、これはやる、これはやらないってちゃんと決める。おはよう。倍来？倍来か。倍来の CM ね。それはまあお楽しみにとかいうことで。ダメだ、もう鼻が、ごめんな、鼻が限界かもしれない。すごいすごい、めっちゃいきなりめちゃめちゃ人が入ってきてくださってる。あー鼻がやばい今日。何
仕事行ってきます、いってらっしゃい、無理せず団長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 を読みます。もうごめんなさい、もうちょっとやろうかなって思ったけどもう限界かもしれない、なんか申し訳ないみんなに、だから終わり。じゃあ読むね。13位まえちゃんさんありがとうございます。12位かっくんさんありがとうございます。11位さかけんさんありがとうございます。10位ととちゃんさんありがとうございます。9位ひでひでさんありがとうございます。8位けいやさんありがとうございます。7位いちおるさんありがとうございます。6位まーちさんありがとうございます。5位ティラミス大福さんありがとうございます。4位 N さんありがとうございます。3位てるてるもさんありがとうございます。2位ギバさんありがとうございます。1位中村大樹水道橋博士さんありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね、花の限界により、本当に花の限界により配信終わってしまう、申し訳ない。でもそうもうダメだ、花も大事にありがとう。皆さん今日も一日頑張りましょう。ファイト。じゃあ気をつけてお仕事を頑張ってください。ありがとね来てくれて。じゃあねバイバーイ。